ビシッと成敗する女性の姿が気持ちいいと大好評の言ってやったスカットです、うん、2連発どうぞ。コンビニの迷惑客、それが君の仕事だ。店員さん悪く言っててかわいそう。回転寿司の迷惑客、大騒ぎする人いっぱいいるよね。あれはちょっと嫌だけど。大騒ぎする迷惑親父に言ってやった。でっかい声でアピってんじゃねえよ。からしごときでいいおっさんがかっこ悪いな。だったらピザ屋行けよ。胸の内のモヤモヤ大解放。コンビニの迷惑ケチ野郎に。これは仕事終わりにコンビニに買い物に行った時の出来事です。早く帰って晩酌をしたかったのですが、ある人のせいでムカムカがピークに達し、思わず言いたい放題ぶちまけてしまいました。その言ってやった相手は、あと肉まん。え、チャイナ声。肉まん。かしこまりました。あー、このちっちゃい声で言われると頭が痛い。合わせて219円です。あ、からしつけて。かしこまりました。10個ね。はい、10個。なんで10個もつけるの。お客様すいません、からしは肉まん1つにつき1つということになってまして。いいから10個入れときなさい。いえ、ですから肉まん1つにつきからしは。聞こえなかった。からしを10個その袋に入れときなさい。入れときなさい。いえ、ですから。うるさいな。私は肉まんにからしをたっぷりつけて食べるのが好きなんだよ。その楽しみを奪う権利が君にあるのか。え、だいたいからしごときで小さいことを言うのはやめなさい。このコンビニのイメージが悪くなるよ。客である私がからしを10個欲しいと言ったら、はいかしこまりましたと言って10個つける。それが君の仕事だ。分かったらとっととからしを10個その袋に入れときなさい。いや、でも。おい、バカなのか。子供でも分かる超簡単なことなんだから、言われた業務落ち着いてこなすだけだ。いいか、右手でからしを10個掴んでその袋に入れればいいんだ。怒られた。第一、君はな。うるせえな。あら、あんな声。なんだと。おっさんこそ人の話聞いてます。子供でも分かる超簡単なルールなんですけど、肉まん1個につきからしは1個。じゃあからしが10個欲しいなら肉まんはいくつ必要かな。うん、分かるかな。分かんねえか。お姉さん、正解は10個。正解ってことで、からしが10個欲しいなら肉まん10個買ってください。肉まんを10個も食べられるわけないだろう。だったらうじうじこねてんじゃねえよ。まだからし 2,3 個ならわかるけど、10個ってなんだよ。たかがからしごときでいいおっさんがかっこ悪いな。そんなにからしが欲しいんだったらな。おう、これ持ってけ、私のおごり。そのからしと肉まん持ってできるだけ早く言友達と一緒に回転寿司に行った時の出来事です。私はお寿司が大好きでテンションが上がっていたのですが、ある人のせいでムカムカがピークに達し、思わず言いたい放題ぶちまけてしまいました。その言ってやった相手は、んだこのトロ、遊ばせるねえかよ。大きい声に嫌だね。
食べて。あ、これだけのマジ。だから回転寿司で来たくなかったんだよ。お前が生きて生きてうるせえからよ。いいじゃん、今日はお寿司の気分だったんだもん。このイクラもやばい。まずい、イクラ。マジでイクラかよ。金魚めんたまなんじゃねえのかな。マリアもイクラ食べたい。やめろやめろ、回転寿司イクラなんて食うもんじゃねえ。ピザ食いて。ピザねえのかな。ピザ次は巻物いっちゃう。いっちゃおっか。ピザとシーザーサラダが食いて。なあ、口直しにイタリアン行こうぜ。マリアはお寿司が食べたいの。でも分かってるだろ、回転寿司なんて俺らレベルの人間が来る店なんてね。見ろよ、来てる客みんなが貧乏くせえだろ。最悪、まず寿司ばっか食ってる貧乏人なんだよ。まともな寿司食ったことがねえから、こんなまずい寿司でもやべえやべえってバカみたいに食ってんだよ。だったらよ、ピザ食った方が100倍うめえよな。ピザで寿司屋でピザ言いすぎ。ピザ最強。この後、回転寿司をバカにする迷惑男に一喝。済ませてみろ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。どうですか、あの似てる、似てる、角度かな、角度、髪型、うん、ほとんどの女性が、はい、あのイケメンって騒ぎます。イケメン。回転寿司をバカにする迷惑男に。ピザ食いて。ピザねえのかな。ついに怒り爆発。だったらピザ屋行けよ。だいたい誰もあんたに回転寿司に来てくれなんて頼んじゃいねえよ。食べてる時くちゃくちゃうるせえし、まだ隣のお姉さんの方が行儀よく食べてたよ。あんたもさ、男選んだ方がいいよ。本当にこの人でいいの。あ、別に彼氏じゃないし、ただご飯おごってくれるおじさんだよね。こんな人彼氏にしないよね。さ、帰ろうっと。ちょっと待ってよ。いいか、この寿司をまずいと思うかどうかはあんたの勝手だよ。だけどな、それをいちいちでっかい声でアピってんじゃねえよ。隣で食ってるこっちが気分悪くなんだよ。分かったらとっととピザとシーザーサラダ食って風呂入って寝ろ、バーカ。すっきりした。すいません、ウニください。あ、私も一つお願いします、はい、言いたい放題言ったおかげでスカッとしました。サドネスの川島さん、どうも。電子カット。あのハスキーボイスでビシッと言ってくれて、もう本当にすっきりしましたし。伊藤沙莉ちゃんですね。ちょっと最初なんか可愛らしい女の子やから、ね、これちょっと似合わへんと思ったらいいですね。いいですよね。最後は一番気持ちよく終わってくれるし、ひよっこでもね、いい役、いい短歌切るいい役してたんですよ。あの米屋の娘、ね。この後、酔っ払って店員に絡む迷惑な若者が。そこでひふみんに今話題のこの若者について聞いてみました。若い人に言うと1週間ごとに強くなってますね。ものすごく余裕があって、まあ、プレッシャーというのがないですね。ちなみにですね、まあ、あのこういうことで彼が栗井さんがあの偉大な記録を立てることにですね、ひふみんは若い頃からいっぱい記録を持ってたんだということに脅されて嬉しいです。そうですよね。そうなんですよ。あの天才中学生と言われて、そうサザエさんにも出るぐらい、加藤さん、はい、その当時の写真がこちらでございます。
こちら天才中学生アラールですね。この時もめちゃくちゃ先生強かったってことですよね。強かったんですけども、まあ、今の、うん、藤井さんほどは騒がれてませんでした。で若い頃のお写真がある俳優さんに似ていると話題になったそうです。それがこちら。どうですか、似てる、似てる、似てます、角度、髪型、うん、眉のこう凛々しいところとか、うんね、髪型も似てます。だいたいこの頃の写真を見た人はほとんどの女性が、はい、イケメンって騒ぎます。イケメン、ちっちゃいやつが、イケメン、イケメン、イケメンって。このままじゃあ行くと須田君仮面になっちゃう。ならない、ならない、仮面にはユーミンさんならない。ユフミ男前ですね。先生のですね、結婚式のニュース映像を見つけたという。将棋の天才と言われる加藤一二三八段は成人となったこの日、幼なじみの清さんと過食の点を挙げました。若い、若いですね。さあ、ちなみにこの方の若い頃の写真も入手しました。こちら、もうええいいです。柴田さん、どこのスパイですか。スパイ違います。これ何歳の、高校生、卒業式。高校生、高校生、56歳の時ちゃうんすか。違いますよ。これは渡哲也さんになりたかった頃。好きだったんじゃなくて、なりたかったんだ。だからあの、あ、だからあのサングラスなんだ。渡哲也さんになりたかった。なるほどね。ちなみにパスポートの写真もあります。こちら、これなんかのお札。違います。お札の国の、お札の人じゃない。二十歳の時43って言われた時の写真。未成年かどうかを確認するものではありません。あ、どういうこと。お客様が車で来られているかは分かりませんが、このボタンは私は飲酒運転しませんというご自身への確認のためのものです。私はそう思っているんです。なんだよそれ。そもそも俺は車なんて乗ってねえから。お客様にもご家族はいらっしゃいますか。え、まあいるけど。もし万が一お客様に何かあったら悲しむのはご家族です。この店を選んでいただいた以上、私たちは無責任にお酒をお売りすることはできないんです。どうかどうかこの思いを汲んでいただけませんでしょうか。店長さん、分かったよ。押すよ。あんたにも悪いことしまったな。誰も不愉快にすることなく円満に解決した店長の優しく熱い言葉にスカッとしました。さあどうでしょうか、お聞きください、どうぞ。嬉しかった。円満はいいですね。今まで何か恥をかかせたりとかね、うんうん、それで解決してきましたけど、うん、確かにみんな幸せやったなっていう、うん、迷惑な人の体験談の後はゲストが苦手な女性をぶっちゃけ、なんかコソコソしてる人とか、私は何でもはっきり言う人なので、うん、コソコソしてる女性はちょっと苦手ですね。春菜はどうですか。ちょっと細かいことなんですけど、飲み屋さんでレモンサワーを飲むときに、生レモンサワーのときに限っておいしいってやたら言うやつ。飲むたびに言うから話ができない。春菜どうですか。私も細かいことなんですけど、部屋に虫が入ってきちゃった時に片手で立ち向かう女。どういうこと。あんな素晴らしっこい虫をお前の片手でいけると思うなよ。そんなことって私にとっては重大なことなの、まあ、彼女がいるあんたには分かんないだろうけどさ。別れたよ。え、2週間前に別れた。あら、俺ずっと彼女に二股かけられてさ。あら、傷ついてる。マジで女って何考えてるのか分かんねえよな。そうなんだ。だからまあもう当分彼女はいいかな。あのさ松岡、
もうそもそも顔が全然タイプじゃないの。はあ、なんだそれ。でも彼氏がいるってどんな感じかって体験してみたいの。ほらゲームでもさ体験版ってあるじゃん。思いついただけだし。いいよ3ヶ月な。まあ俺も女心を勉強させてもらうわ。じゃあ交渉成立。え、よろしく。仲のいい男友達との嘘みたいな期間限定の交際が始まったのですが、俺の魅力に気づくなよ。まさかあんな結末になるとはこの時思ってもみませんでした。どうなるの。彼のことはなかなか男として見れずにいましたが、おい、うん、なあ、この本面白いよ。めちゃめちゃ参考になる。何これ。私も読みたいって思ってた。付き合い始めて1ヶ月思いのほか彼と話が合うことが分かり、しかし天使がくれた幸運はあの時だけで。よし森山仲やれ。うわきつい。じゃあ手品を。おいいね手品。今からこのハンカチを使いまして、このライターを消します。めっちゃ絵の持ってる。そしてその中にこのライターを入れると 1、2の3。すいません。いやそんな怖い顔笑ったっていすいません。うちのダメ社員はこんなこともできなくて。すいません。ダメサラリーマンぶりは変わらず。はい。申し訳ありませんでした。はい。失礼します。この前はどうも。どうも。どうかされたんですか。実は。はい。今日仕事で失敗して上司に怒られて、私って今の仕事向いてないのかな。なんだそんなことですか。ちょっとそんなことってどういうことですか。いや僕なんて上司に怒られることなんて毎日のことで、今さっきもバカ呼ばわりされて、だからそういうのには慣れっこで。あ、こんなの全然自慢できることじゃないんですけど、元気出してください。上司に怒られたことなんて頭の中からすぐ消えますから。でも、あ、じゃん、ここに種も仕掛けもない一枚のハンカチがあります。これを半分に畳みます。さらにもう半分に畳みます。そこへ、これがあなたのモヤモヤです。それを
ハンカチの中に入れます。すると 1、2の3、 こんな風に消えてなくなりますから。やっと笑ってくれましたね。あ、本当だ。え、それどうやったんですか？これは秘密です。秘密？すごい、どうやったの？今日はありがとうございました。おかげで元気が出ました。僕なんかが力になれてよかったです。それじゃあおやすみなさい。彼女の力になれたことが何かの自信につながった僕は、鈴木部長、そうおっしゃらずに、本当にもう最高ですから、うちのこの新商品使っても絶対に損はさせません。仕事を頑張れるようになり、え、本当ですか？営業の成績も少しずつ上向いてきました。いいね。しかし、ん、合わないの？ないの？それ以来彼女の姿を見かけることはなくなってしまいました。なんで？いやや。もしかしてあの人は本当に天使だったのかも。なんてバカなことを真剣に思ってしまうほどでした。そんなある日。冴えない男が大逆転をかけ勝負に出る。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。もう一度付き合ってくれ。あの、ああ、どうも。なんか感じ変わりましたね。全部あなたのおかげです。そうなんですか？あの、実はあなたに会ったらずっと言いたかったことがありまして。はい、何ですか？あの、初めて会った五円玉の時のこと覚えてますか？ああ、はい、覚えてます。あの時のお礼もしたいし、もしよかったら明日の土曜日この場所でまた同じ時間に会ってもらえませんか？え？そりゃそうだよな。俺43のおじさんだぞ。俺みたいな男がこんな若くて綺麗な子と仲良くなれるわけねえよな。これもきっとご縁ですね。返事は、we'll be right back.
体験談を送ってくれた男性によりますと、今でも介護と仕事は大変ですが、彼女と付き合って半年になりました。やった、とても幸せですとのことです。もう一遍こういう出会いがしたいと思って。200万ぐらい持っていったとしたら200万落としましたよ。何買おうとして。ここからはアパートマンション経営のアジェストグループがお送りします。炭酸が抜けていると文句を言うクレーマー。その日がアルバイト初日だったカフェ店員さんに、お姉さん、お姉さん、ちょっといい？はい。このコーラ炭酸抜けてるみたいなんだけど、どうなってんの？いやいや飲んだな。ジュース入れる機械壊れてんじゃないの？最初から炭酸抜けてたから、これ新しいのに取り替えてくれる？いやいやすみませんでした、すぐに新しいものをお持ちいたします。申し訳ありませんでした、新しいものをお持ちいたしました。どうも。ごゆっくりどうぞ。はい。お客様、はい、大変申し訳ありませんでした。また炭酸が抜けていたみたいで。そうなのよ、機械が壊れてんのよ。新しいものをお持ちしました。高炭酸、すごい炭酸、ね、これはもう言えないよ。当店はジュースサーバーではなく、ドリンクは基本瓶のものを直前に入れております。なので炭酸が抜けるということはないと思うんですが。なるほど。あっそ、なるほどね、瓶だったの。店長さんの正論にクレーマー撃沈。部下にミスをなすりつける女上司。その職場には頭を悩ませる上司がいるそうで。あれ、長浜さん。ん？何？これ数字一桁少なくないですか？いい、貸して。お、あ、本当だ。このデータ出したのって私だっけ？はい。ちなみに矢崎くんって何座？え？なんで？カニ座ですけど。何関係あるの？勘弁してよ。え？私はサソリ座、今日の運勢1位で絶好調なの。カニ座のあなた12位よ、もう最悪の日なの。あなたの負のオーラのせいでミスちゃったんだわ。あ、これもう悪い波動がもう。というわけでカニ座のあなた、はい、よしよろしくね。自分のミスを全て占いのせいにして他人に押し付けるダメ上司。しかしこの後彼女に天罰が。ほんと負のオーラ出されると迷惑だわ。すいません。いや迷惑だね、ほんと社長。そうですよね、会社にとっても良くないですよね。君だよ長浜君。そうだそうだ。え、自分のミスを棚に上げて人のせいにするなんて本当に迷惑だ。ちなみに私も蟹座だが、君のミスは僕のせいかい？あ、いやいや、そういうわけでは。今一番負のオーラを出してるのは君だよ。すいません、矢崎君、データ私が直します。お願いします。社長の言葉でしっかり反省。何でしょうか、押してください、どうぞ。4人スカット。
がそっと心を包む君の笑顔が忘れられない。時が流れても君の面影は私の心に深く刻まれている。愛してるその気持ちを伝えたい。どんなに遠く離れても私の涙の意味を知りながらも君がくれた幸せいつまでも守りたい。星が輝く夜空の下で君との約束を忘れ日々は私の心に生き続ける。いつまでも忘れないよ。君がくれた愛を胸に抱いて夕暮れが静かに訪れる中心が揺れる君の笑顔が忘れられない。愛してるその言葉が胸を打つ。どんなに遠く離れても君を感じる。涙の意味を知りながらも君との約束を忘れない。下で君への想いを歌いまよ。もし花やが迷う地べろが下で君への想いを歌いまよ。もし花を歌い See you あちこのも君のそばにいるよ。この愛を忘れはしない。永遠に続くメロディーを。
してるその気持ちを伝えたい君の存在が私を強くする遠く離れても君を感じます涙の意味を知りながらもその愛を守ります星空の下で夢を見て星空の下で夢を見て星空の下で夢を見る物の枝目の虫